宇野昌磨は、グレートスピリットで会場を沸かせる、目標、羽生結弦さんと共演。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートのアイスショー、スターズオンアイスが30日、大阪公演、東和薬品 RACTAB ドームで開幕した。先週末の世界選手権、埼玉スーパーアリーナで日本男子初の2連覇を飾った宇野昌磨、25、トヨタ自動車は、19から20年から2期にわたり SP で使用した、グレートスピリットで会場を盛り上げた。最初はエキシビション用のナンバーで滑っていました。そして、試合でも使わせてもらって、そして再びまた、こうしてエキシビションナンバーとして使わせてもらっている。はじめは本当に自分がやったことないジャンルですごく難しいかなと思ったんですけども、僕は過去のプログラムをやることをほとんどないんですけれども、はじめペコの昔のプログラムをやっても、自信持って、皆さんの前で演技できるって思えるプログラムができた。そういう意味では深い意味のあるプログラムです。その自信を体現するように切れ味鋭いパフォーマンスを披露した。試合後には、五輪2連覇の羽生結弦さんらと共にインタビューを受けた。今回久々にゆずくんと一緒に滑らせてもらってて、僕がこの世界選手権が終わった後に感じた、ジャンプだけではなく、スケーターとして自分がどうありたいかっていうのを、さらに、僕より、やっぱりずっと目標とできる存在が今回近くにいるので、結構長く一緒にいられるので、少しでも見て、自分もこういうスケーターになりたいって、今日一日見てもそう思うところばかりだったので、この期間を経て、自分が今後どうしていきたいかっていうのを考えていきたい。世界選手権のフリー後に、表現という意味で、今後のスケーターとしてのありようを考えていく姿勢を見せていた。一つの目標をそばに、問いを追求していく。昌磨は、欧州、岩手、横浜を回り、4月9日まで行われる。羽生結弦プロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平昌オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。